どうも皆さんこんにちは、僕です。ということで今回はネアちゃんを使ってサバケで遊んでいきたいと思うんですけども、まあちょっとね、僕の声はこの試合が終わった後の後取りなんですけども、今回は新しく出たパーク盗聴とね、安心感を持ってサバイバーね、挑みたいと思います。ということで、まあ結構ね、まあセルが結構かかるから物議を醸してるんですけども、パーク購入に関しては物議を醸してるんですけども、今回は安心感、好調、まあこの2つが多分ねトップクラスに結構面白いパークなんじゃないかなと思います、今回入れた中ではね。はい、ということで、まあ今回ね安心感っていうパークを説明していきたいんですけども、まあこれね、まあ、今回結構、まあ、上手いハントレスの人と当たったんですけども、まあ、安心感とは何ぞやということで、まあ基本的にねキャンプをする系のキラーにめちゃくちゃぶっ刺さるんですよね。まあこのね動画もちょっと途中からね、飛ばしきりたい時にキャンプをするんですけども、キラーさんがその時に安心感がぶっ刺さってるっていうことでね、まあそれをちょっと紹介したくて動画にしております。はい、まあ安心感とは何ぞやということで説明するんですけども、まあ別に1段階目でも2段階目でもまあ自由にね、1フックにつき1人1回入れれるんですけど、30秒間フックゲージを止めれるっていうパークなんですけど、これによってねキラーのタクがやっぱ減らされるというか、ここでキャンプして落としきりたいって時とかに落としきれなかったりとか、そこで時間使われて、それとそのキャンプゲージを、止められたら、その間にね発電機を回しとけばいい話なんで、まあ、それを対価にね、そのままキャンプし続けたら別の、キージェネが上がるしみたいな。で逆にそこでキャンプせずに離れたら普通に抜かれるしみたいなね、キラーとしては結構選択肢が増えるわけやから、めちゃめちゃしんどいんですよ、キラーからすると。このパークってそうやから、かなりぶっ壊れなんでね、まあ、このパークはねみんなねサバイバーやるときはね買うべきやと思います、めちゃくちゃ強いんで。うん、で今回、めっちゃうまいハントレスの人と当たったんで、まあねキャンプしてほしいってちょっとね心の中で思ってたんだけど、安心感使いたいから。でやっぱりうまいからめっちゃいい時にキャンプしてくれたね。うん、やからこそ安心感が逆にぶっ刺さってるって感じかな。はい、さあまずはですね、まあ、ネアちゃんが、まあ、1釣りされてるんで、まあ、この後、まあ、2釣り目、まあ、2ラウンド目で2釣りになるんですけど、残後 でここでもうキャンプされて落とし切られたらマジできついんやけど、この後にね安心感がマジでぶっ刺さるんよね。そう、まあ、ただね残後やけど結構いろんなジェネが回ってるんで、まあもう言ったら 2.5 台ぐらいなんですけど、今回多分1釣り目の時もなんか一瞬見えたんですけど、死人の採用が多分ありますね。うんうん、だからまあ死人やから手を離さずにガッツリ回し切っちゃって、ギリギリで安心感をさせたら一番ええんやけど、しかも小屋前に釣ってるから小屋の中からね安心感をおそらく入れれるはずなんで、まあ入れたいなっていうイメージですね。これはもう見つかったらアウトやったけど、まあ見つかってなかったんで近づいて、まあ、おそらくキャンプするんで、まあこのまま6メートル以内にいればね安心感入れれるんで、白くハイライトされて安心感を入れる。これ30秒フックのゲージが止まるんで、この間にジェネをめちゃくちゃ回したいっていうイメージかな。そうそうそう、似たようなパークでね親近感っていうのがあるんですけども、あれは釣られた人が親近感持っててなおかつ近く近づいてフックゲージを止めるっていうパークなんですけども、安心感に関しては自分が持っていれば、まあ、勝手に入れられますよとボタンを押したらね。で安心感に気づいてキラーもね白くハイライトされるんで、安心感に気づいた後にまあもうねキャンプしとってもジェネが回るということで、フックから離れた瞬間に抜くと。やっぱこの一連の動作がやっぱ強いね。うん、で治療ゲージが赤くなってるんで、おそらくまあ重傷のかなと思うんですけども、この間に別のサバイバーを狙ったことによって完治まで入れれて、まあもう飛び角のネアちゃんはね隠密しとけば最後通電までいけるぞということで、これがやっぱ安心感の強みやね。うん、そしてここで盗聴を差し込んでおきます。まあ盗聴はね発電機に仕掛けるパークなんですけども、発電機仕掛けたらその周囲何メートル以内やったっけな、ちょっとテロップで載せておくんですけども、周囲何メートル以内かにいるねキラーのオーラががっつり見えますよと、こんな感じで。でさらにここに今回は手札公開を採用してるんで、オーラの可視化メーター数がね伸びますよと。で疲労計にスプバって感じだね。
まあこれはね、キラーのオーラががっつり見えるんで、めちゃめちゃね、面白いパークの一つやと思います。さあこれは、まあ固有側に固まってるんかなって感じだったけど、まあ一応ね、盗聴を使いたかったんで固有でチェイスしてます。まあ本番離れるんが常識やったんですけど、まあちょっとね、盗聴を使いたかったんで固有でやってます。これ隙間通そうとしてるね、ファントレス。さあもうこうなったらね、ファントレスは正直もう飛び角のネアちゃんをがっつり回す、がっつりね、探すしかないんで、まあ、でもあのネアがね、がっつり隠密することに徹底したらなかなかきついんだよね。っていう部分含めてやっぱり安心感化け物よね、めちゃくちゃ。さあ相中から狙ってきているけど、オッケー、しっかり見てって感じだね。怖いね、この間か。これね、盗聴ね、自分だけ見えるんじゃなくて、サバイバー全員に見えるから、それがまたいいのよね。かなり強い。このピンクのオーラ全員に、サバイバー全員に見えるから、そう、これがね、またいいところ。さあ、通電までめちゃめちゃ、あれやね、早かったね。ネアちゃん抜いてからの通電がめっちゃ早かった。ゲートは右上、右下なんで、まあ固有で多分チェイスしてるかな、してないか。でまあ固有側でいるんで、右上開けてあげてって感じだもんね。ちょっと下まで行くんはね、上にフック釣られた時にハントレスなんでキャンプが強いから、ここでもうゲート開けるしかないよね。近くのフック吊るされると結構圧かけづらいから、結構近いんだよね、フックが。もうちょっと遠かったらゲート圧もできるんだけど、ちょっと近すぎるから、まあ狙ってる間にしっかりゲート開けてって感じかな。で、ここキャンプしてくると思ったんやけど、結構ね、ゴリゴリ積極的に狙ってきたから、ちょっと焦ったね。で、まあ右下であること、右下にゲートがあって開いてること分かってるんで、まあこのまま、右下に、右上か右下に行きたいね。キラーの動きによってここは変えるような感じかな。で、このまま壁入ってもらってって感じやね。で、おそらく、このまま逃げれると。いやね、この試合はね、安心感ガチでぶっ刺さったね。めちゃくちゃ強かった。いやね、キラーのね、キャンプするタイミングめちゃくちゃ良かったんよ。そうそうそう。めっちゃ良かったのに、安心感でぶっ壊されるっていう。まあ、良ければね、安心感このぐらいぶっ壊れなんで、皆さん、よかったら使ってみてください。この動画が面白ければ、高評価のチャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。以上、僕でした。バイバーイ。